これが3打席目です。第1打席はフォアボール、そして第2打席は初球センターフライでした。これも力強い当たり、反対方向に伸びていって伸びていって入りました。ホームラン、大谷がオープン戦第4号のホームラン、反対方向に持っていきました。東京ドームでもその大谷の力を見せつけます。見事な当たり、大竹の変化球をレフトスタンドに運んでいきました。ファイターズが1点追加、4対0、打者大谷恐るべし。その力をこのオープン戦でもまざまざと見せつけます。いや、吉村さん、このバッティングです。見事ですね。外の変化球、反対方向、まあ、ベルト付近といいますかね、まあ、まだやっぱこの近辺に投げるとおそらくホームランされる確率は高くなってきますよね。